J1 で14位のヴァンフォーレ甲府が、ご飯戦初戦となる、8日のアウェー中黒岩田戦、ヤマハで、J1 でのクラブダブルワースト記録阻止に挑む。チームは現在、リーグ戦4戦連続内戦で8戦勝地なし。岩田戦でノーゴールなら J1 でクラブワースト記録をさらしん、陰気分系下で同クラブワーストに並んでしまう。今季1エテンの FW ウィルソン、32は、コンディションハイ。ゴールで勝地点3に貢ぎ献したい。オサム撃陣として重要な責任を果てたすべく意気込みんだ。再び全勝ストッパーとなり、ご飯戦の巻き気変しへこうスタートを切りる。岩田派、リーグ戦4連勝中で7位とこう調べ。ただ、甲府派6月17日のホーム中黒柏戦で、スコアレスドローに終わり割ったものの、尊きの首1チームの連勝を8で締めた実意差がある。GK 岡大生、29は、岩田派全員がアルト州が、受け身にならず、コロブンたちの両差を出して、小地点にこだわりたいと力を込みめた。ウィルソンも、調べ子がいいチームに派、吹けたくないという記事が脅威。小手箱露心になると記号を入れた。7日派毎日練り州で調べ人志した11。この試み号の後、で一派中段期間にいるだけに、チームとして何より欠果てがよくし、古川博士。